これ失敗したかも。めっちゃ温泉卵ね、一個潰れちゃった。失敗は成功のもとだ。おー、ナイス。はい、皆様こんにちは。天然メルモです。いつもありがとうございます。最近ね、ずっとですけど、暑くて、今日の大阪の気温はなんと39度もありました。ひえーみたいな感じでね、暑いんですけども、なんとタイミングよく、リクエストいただきました。本日の料理はじゃじゃーん、冷やしおでんです。イエーイありがとうございます。ほんとね、タイミングよくね、リクエストをいただきましたので、今回、冷やしうどんを作ってみたいと思います。では材料紹介から。夏のお野菜を使うので、ちょオクラ、トマトで、卵じゃなく温泉卵を使ってみたいと思います。でさつま揚げに、ちくわですね。あと調味料がお塩と、なんと自家製だしの素っていうか、最近ね、こういうおだしを昆布からね、昆布と鰹節調味料で手作りで作ってるんですよ。っていうのは、冷やしそうめんとかね、冷たいものを食べることが多いので、今回これ2本目作ってみました。まあこれはまた材料ね、後日動画撮ってみようかなと思ってます。では早速料理スタート。さあ今日はトマトをまずね、皮を剥くので、なんか冷やしおでんって私食べたことないんですけども、皆さんありますか？食べたことあります？私は、今回初めて作るので、どんなんかな。よし、ではトマト、ちょっとヘタを取って、ちょっと切り込みをね入れます。で沸騰したお湯に入れて、皮を剥きたいと思います。でオクラは塩をちょっと一つまみね、でこう板ずりします。なんかこうすることで、このオクラについてる産毛をね、取ってくれるそうです。あ、ちょっとヘタも取らないとと思ったんだけど、どうしよう、こういう感じで。で、ちくわは半分に切ります。さつま揚げ、これね。はい、では沸騰したのでトマトを入れます。ちょっと転がして、ちょっとね、こんな感じで皮めくれてくるので、もういいかな。はい、では冷たい水にこんな感じでね、皮をむくっていきます。で次はオクラを2分ぐらい湯がきます。では皮をむいていきます。ほら、簡単に剥けます。では次、茹でた野菜を煮込んでいきます。これだいたいね、2倍ぐらい薄めた方がいいので、ちょっと味を見ながらやっていきます。茹でたオクラ、トマト、ちくわ、さつま揚げ、温泉卵、えい。これはね、後で入れた方が良かったかな。でね、それで一煮立ちさせます。あとはもう冷ましていただく感じなんですけど、結構ここでね、薄いと仕上がった時に薄く感じるので、ここの段階では濃いめの方がいいと思います。
はい、こんな感じで煮立ってきたら止めます。ちょっとね、味見をしますね。ここは色は見た感じ濃いんだけどね、うん、なんか薄いと足します。で、これで粗熱が取れたら一晩冷蔵庫に冷やして次の日食べます。こんな感じで粗熱取った入れました。温泉卵は2個のうち1つが潰れちゃったのでザルでこして入れました。うわ、これで味が染みるんですね。やっぱりこう深い容器に入れるとね、こんな感じで浸かるのでやってみてください。それにしてもなんかもうこの段階で美味しそうなんですけど、これで冷蔵庫に冷やします。オッケー、オッケー、冷やしおでんの出来上がり。みさ、見てください、めちゃくちゃ美味しそう。あれからね、冷凍で冷やしました。ではいただきます。なんかね、見た目感なんていうの、色合いがいいですよね。うん、うん、染みてる、すごい。ちょっとちくわも食べます。トマトも食べます。うわー、すっごい、なんかトマトをね、こういう感じで食べるの初めて。うん、冷たくて美味しい。あの中までね、味ついてるんですよ。で、あと卵、ゆで卵じゃなく温泉卵なんですけど、一個ねちょっと失敗しちゃったけど、うん、おいしい、やばい。これちょっと最終的に味付けをちょっと濃いめにしたんですけど、それが良かった。これはね、夏ほんとこれ食べれる、めっちゃすごい。まあ良かった、教えていただきありがとうございます。では皆さん乾杯。乾杯。うん、おいしい。ほんとね、おでんって暑いのにしか食べたことなかったのに、これ最高ですね。ほんとに暑い中に冷やして食べるっていうのはナイスです。イエイ。またぜひぜひリクエストありましたら教えてください。してまた今日の感想をね、コメント欄に書いていただけたら、ハートマーク、グッドボタンを押しますので、よろしくお願いします。よかった。さつま揚げもいきます。おいしい。たまらない。ありがとうございます。また見てね。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。イエーイ。